こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。病院でもらった漢方薬を出品したいです。出品禁止の規約に当てはまりますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、質問等ありましたらぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。これはですね、漢方薬っていうのはですね、ちょっと分かりづらいんですけど、規約違反なんですよ。で、すべての医薬品は出品禁止っていうメルカリの規約にあるんですけど、これに当てはまります。はい。で、これ確認しました、私の方で。実際に。なので、あとですね、法律禁止されてるんですよ、これは。漢方薬は。なので、ぜひ出品はしないでください。で、なぜかっていうことでね、ちょっと調べてみたんですけど、これはですね、漢方薬っていうのはですね、何かしらね、危険性があるんですよね。なので、国の方で出品禁止に当たるそうです。ぜひね、出品しないように気をつけてみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックルの散歩お願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。